十二誘導心電図ってなぜ十二誘導っていうのかっていうことなんですが、通常の三誘導、先ほど言った、一誘導、二誘導、三誘導の話なんですが、通常の三誘導っていうものと、もう一つ、胸部誘導、六種類の誘導になるんですけれども、これがですね、皆さんがこう、十二誘導って言ったら、あ、胸にいっぱいシール貼るやつってですね、胸の周りをですね、六箇所にシールを貼って取る方法。あともう一つは、増幅の単極子誘導ということで、三種類の、もう一つ三種類の AVR、AVL、AVF っていうものですね。これを合わせて3と6と3を足して12誘導というような言い方をしているわけですね。